どうも、ハンサムクロジです。はい、今日はすっごい美味しそうなものがローソンで発売されたので買ってきました。それがこちらです。じゃじゃーん、チョコバナナ大福です。120円で130キロカロリーです。チョコバナナを包んだ大福。これ絶対美味しいでしょ。餅生地には新潟県産もち粉米羽二重粉を使用しています。お召し上がりの際は喉に詰まらせないようにご注意ください。絶対美味しいでしょ。チョコバナナ、チョコレートクリームかなと、バナナと、あとお餅の上にこうココアパウダーがねかかってるっていう感じです。あーめっちゃココアのいい匂い。こういう感じで入ってる。うわ、超柔らかそうじゃんこれ。やっぱセブンに対抗してんのかな。なんかこうトロトロな感じが伝わってきますね。で、糸でね切った方がいいって皆さんにアドバイスいただくんですけど、ちょっと糸なくて普通に包丁ですけど切りたいと思います。これでスーッと、あ、でも意外とそんなに柔らかくないかも。あー、いけるいけるいける、スーッといける。あー、いけました。おお、こういう感じ。あ、断面を見ていただきましょう皆さんに。うわ、チョコバナナ大福の断面はこんな感じです。あの写真のまんま、パッケージの綺麗にバナナが入ってて、チョコクリームも結構入ってる。お餅が分厚くて美味しそうですね。僕はこういうお餅が分厚いの大好きです。いただきたいと思います。いい匂い、チョコの匂い。いただきます。うまっ、うまっ。もう半分。ごちそうさまでした。これは美味しい。キューハンサムです。やばかった。僕セブンのクリームわらびあるじゃないですか。あのイメージでちょっと似た感じかなと思って今食べたんですけど、全然違いますね。これはこれですごい美味しい。トロットロにこう柔らかいお餅なのかなと思って食べたら、意外とねもちもちもちっていうね歯ごたえがあって、食感がすごい楽しくて、食べ応えもあって、あ、今僕お餅を食べてるぞっていうね達成感っていうんですかね。餅だっていうこうなんか気持ちよさがありましたね。トロトロで柔らかいのも美味しいけど、これだけこう餅が主張してるのもやっぱり美味しい。チョコバナナもそのお餅の主張にぴったり合ってて、すごい美味しかったです。洋風なんだけどちゃんと和風の感じでね、非常に良かった。美味しかった。しかも安いし、大量に買ってパク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 食べたくなるスイーツですよね。あー、いや、いいな、美味しかった。皆さんにもおすすめです。ローソンで売ってますんで、コーヒー飲みたくなりますね。というわけで以上、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。今日もありがとうございました。ハンサムクロジでした。バイバーイ。